おはようございます、こんにちは、こんばんは。皆様とプロレスライフをエンジョイするプロレス系 YouTuber、 私が妄想プロレスチャンネルのシェイクです。どうも、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。今回のテーマはこちら、新日本プロレスベストオブザスーパージュニア29開幕直前見どころ&予想スペシャル、イエーイ。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。今回この動画のテーマはついに、開幕目前新日本プロレスベストオブザスーパージュニアのですね、見どころ予想スペシャルという形でやらせていただければと思っておりますので、皆様最後までお付き合いくださいという形でございます。はい、この動画はですね、ちょっと時間かかっちゃったんですけども、あのリクエストになります。YouTube でコメントをいただきましたココさん、からのリクエストでですね、あのベストオブザスーパージュニアの予想について動画を上げてくださいということで、私なりに解釈したものを今回出させていただいております。ココさん、リクエストありがとうございます。はい、という形でございます。というわけでですね、まあ今回ベストオブザスーパージュニア3年ぶりに、単独開催、そして、この初夏の時期に戻ってきたベストオブザスーパージュニアと、それでかつこのコロナ禍の中で海外の選手の皆様が来れなかったので、ずっと1ブロック制でやってたところを今回久しぶりに2ブロック制、 A、B ブロックで、10人ずつ来て合計20人の選手がやりますよという形でございます。もう本当に、かつて通りですね、 A ブロック、B ブロック、得点が多く取った方が最終戦優勝決定戦に各ブロックの代表として出てきますよという形でございます。で、新日本プロレスの LINE の公式サイトの方でも、A、B ブロック、優勝決定戦、代表になるのは誰だアンケートみたいなのをですね、やってる中で、皆さんこれとおそらくアンケート参加した方多いんじゃないですか。全体で今回9000人以上ですよね。9000人以上が、参加されまして、その中でまず A ブロックの優勝進出者、優勝進出に行くのは誰かってなるんですけども、第1位は圧倒的に高橋宏夢選手が、群を抜いた得票率を取ってましたよねと。実に全体の 44% を占める4142票っていうとんでもない数字を叩き出してるわけですよね。ちなみに A ブロックの、2位の選手が、フランシスコ・アキラ選手だったんですけども、その選手が1497票っていうところで、だいたい2700票ぐらい差がついてるわけなんですよね。ちなみに、LINE での、アンケートでいくと、1位が高橋宏夢選手、2位がフランシスコ・アキラ選手、3位が陽選手、4位が石森泰治選手、5位が翔選手という形でございまして、高橋宏夢選手に関してはもう、皆さん大好き、大人気選手っていうところで、もうこれはある意味、予想、アンケートでもあり、やっぱり人気投票っていうところも大きく変わってくるのかなっていうふうに僕はすごく客観的に思ってます。やっぱその中でやっぱり宏夢選手が今回2年連続とは言っても実績ももちろんありますと、2年連続でベストオブザスーパージュニア優勝してて、今回今年で前人未到の3連覇がかかっていると、そしてトータル4度目の優勝を今回目指しますよっていう中で、先日の会見でもまず絶対それを成し遂げるぞっていう大前提のもとに、それを簡単と成し遂げちゃったら面白くないから、 A ブロックの皆さんどうか私を止めてくださいみたいな形で、A ブロックの選手の皆様で土下座をして懇願する、自分をストップしてくれと懇願するっていうような、これはちょっとかつてちょっと全然別の漫画ですけど、バキの世界観ですよね。敗北を知りたいみたいな、そういった形の世界観を宏夢選手がここで持ってきたっていうのはすごく面白いなと思って、あれはもうこれ以上ないほどの A ブロックの選手からしたら、なめんなよって思わないと嘘だと思うんですよね。内心こんちくしょうなめんなよって立ち上がる選手がいなかったのは、ある意味大人だったと思うし、まさかあんなことすると思わなかったでしょうね、他の選手たちも。でも普通にやったらもう自分が優勝しちゃうから、どうか僕を止めてくださいっていうような形の、もう全選手 A ブロックにいる自分以外の9選手全員への
挑戦表明っていうんですよ。まあ、挑発行為ですよね、簡単に言うと。うん。っていうのがあったので、まあ、ある意味、ここに対して誰が命番に、ストップザ・高橋ロも成し遂げることができるのかっていうところ。すごく、これ言葉を選ばずに言うと、誤解を恐れずに言うと、仮にですよ、A ブロックの代表者にならなくても、代表者にならなくても、高橋宏をシングルでぶち破ることができる選手がいたのであれば、その選手は一気に主役に躍り出ることができます。うん、高橋宏選手は、今は IWGP ジュニアの、シングルのチャンピオンではございませんが、もうベルトを持ってても持ってなくても、高橋宏っていう存在がもう一つのタイトルみたいなもんなんですよね。うん。だからどんな時でも、宏選手を、まあタッグだろうが、まあ今回は前哨戦がね、組まれる、公式戦もあると思うんですけども、そういう時でも、高橋宏選手に土をつけることができる選手は、一気に、この、ベストザスーパージュニア、もう主役に躍り出る、食っちゃえるぐらいの、実績が積めるっていうのは、これでもう間違いないことですよね。だと私は思ってますと。うん。で、まぁ、ちょっとすいません。流れでも、A ブロックの中での、まぁ、注目の話とかしちゃったんですけど、やっぱり、まずは主役感っていうところに関していくと、やっぱ高橋宏選手が一歩抜きに出てるんじゃないかなっていうふうに思いつつなんですが、正直、優勝するしないっていうのはもう抜きにした上で、これはかなり各団体であるとか、新日本プロレスのファンの方々を持って帰ることができるだろうなっていう選手は本当に多くいて、今回、A ブロックの、初出場選手が結構多いですよね。クラーク・コナーズ選手、エース・オースティン選手、そしてアレックス・ゼン選手、そしてフランシスコ・アキラ選手っていう形で、A ブロックに、全体の中で初出場が6人いるんですけど、4人 A に固まってました。まあ、その中に、フランシスコ・アキラ選手っていう、センセーショナルな、サプライズ登場をね、先月果たした、元全日本プロレスの世界ジュニアのチャンピオンですよね。うん。がいてたりするんで、まあ、なかなかちょっとくせ者が多いぞっていうところにはなってくるものの、私の中で今回やっぱり外国人選手で、これ、ちょっと大きく人気出るんじゃないかなっていうのは、この A の中でいくと、やっぱり、エース・オースティン選手が、ちょっとこれね、女性人気大きく重なるんじゃないかなと思ってます。私の中では、今回の、色気であり、セクシー担当と言ってもいいんじゃないかなと思ってて、まあ会見でも、もう裸でジャケットみたいな形でサングラスして、トランプ出したりとかしちゃったりしてね。まあ宣材写真、ね、見た上でも分かってたんですけど、これ他団体で例えるんだったら、ノアの傭兵選手みたいな、すごく色気のある、キャラクターだなって思ってます。だから、ああいった形の選手が好きなファン層っていうのも一定数以上いるだろうなと思ってるんで、これはかなり女性人気を持っていきそうな気がしますよね、オースティン選手は。うん。まあ、あとはそこに、試合内容であったり、結果がついてくるとなると、さらにちょっと面白い存在になっちゃうんじゃないかなっていうふうに僕は思っております。いうところでございますね。ってな感じかな。A ブロックで行くと、あとのちょっと気になる部分っていうところで行くとですね、田口監督が今回おふざけを封印しますというような内容を言ってますよね。まあ要は、ケツ殺法を使いませんみたいな発言をしているんですよ。まあ、正直、何人の選手が、そしてどれだけのファンがそれを信じてるかはわかんないですけど、まあ、ここまではっきりとそれを言っちゃうっていうのもなかなか珍しいパターン。まあ、ある意味、まあ、陽動作戦というか、心理戦はもう始まってるのかなっていう気は私してます。まあ、そんな田口選手の初戦が、高橋宏夢選手との戦いが待ってますので、これはもう先ほど言った通り、田口監督からすると、初戦にして大一番っていうところですよね。まあ、当然、田口監督も、ベストオブザスーパージュニア優勝、経験ございますんで、特に、ね、タッグのベルトの今チャンピオンだし、シングルのチャンピオンのね、経験もありますんで、正直言って海鮮山戦もう経験ナンバーワンの田口監督、まあ正直言って本当の本当の本当にシリアスの
田口監督であろうが、やっぱりそれは嘘で、まあ、おふざけもありな、あのプロレスの幅が広い田口監督のキャラクターであろうが、どちらにしてせよ怖い存在だなっていうふうに僕は、思ってますね。はい、てな感じかな。 A に関してはそうっすね、こんな感じで、まあ、あとはやっぱり IWGP チャンピオンの石森選手、がやっぱり気になるかなと思ってまして、まあ、あの先ほどヒロム選手はベルトを持ってなくても存在がタイトルっていう風に僕は表現させてもらったんですけど、正直言って石森選手は本当の本当のタイトルを今持ってます。今現時点での新日本プロレスの最高峰は石森選手なんですよ。これはもう揺るぎない事実だって、今のチャンピオンなんだから。だからこれはまあ高橋宏夢選手同様、この今の新日本プロレスのチャンピオンを倒すことで一気に世界中に名を轟かせることができる存在っていうのが石森選手だと思うんですよ。そういった存在が A ブロックにいる、もう一人いるんだっていうぐらい、っていうことを、これはやっぱり初出場組しかり、あの海外勢に関してはめちゃめちゃ幸運だし、めちゃくちゃこれは大一番やぞっていうところをやっぱり分かった上で戦うんだろうなっていうふうに僕は、思ってますっていうところですね。まあ、あとはどうでしょうね。フランシスコ・アキラ選手がね、まあ、センセーショナルなサプライズ参戦表明をした、唯一のね、他の選手と比べると、そういったことを先にもう行った選手にはなるんですけど、存在感っていうところに関していくとですね、やっぱりキャラクターとしてはまだまだ秘めてるものがあるのかなっていうところなんですよ。まあどちらかというと顔立ちも、優しい顔立ちというか、やっぱベビーフェイスですし、それほどガチガチのマッチョマンなのかというとそうじゃないしっていうところで、もっともっとキャラとか悪の強い選手とかはいると思いますし、今年のベストオーダースーパージュニア最年少選手なんですよね、フランシスコ・アキラ選手が。とはいえ、僕アキラ選手のやっぱ面白いところというか怖いところっていうのが、他の海外勢になくてアキラ選手にあるもの、それ何かというと、日本でのプロレス経験だと思ってるんですよ。正直言って新日本プロレスは初なんですけど、全日本プロレスで、まあ、田尻選手が全日本プロレスに連れてきて、それでまあ世界王者、世界ジュニアチャンピオンまでね、上り詰めた男がフランシスコ・アキラ選手なので、まあ、それぐらい結構長い期間、日本で戦ってる歴史っていうのがあるんです。キャリアがあるんですよ。だから日本のファンがどういったことを求めてるかで、日本での、プロレスをする空気感っていうのをやっぱり知ってるか知らないかっていうのは、やっぱりやってる側ね、戦ってる側からしたらだいぶ怖い部分っていうのがあると思うんですよ。だから海外だけを知ってる選手なのか、日本マットを知ってる選手なのかっていうところでいくと、やっぱりこのアキラ選手は一つそういった意味ではリードしてる部分があるんじゃないかなっていうところだと思ってます。まあ、ご本人曰くイタリア最強のレスラーと言われてる、ことを証明しますよっていうことだと思いますので、そこはちょっと大きくやっぱり、見どころと一つとしたいなと、私は思っている次第でございますっていうところですね。 A ブロックはこんな感じかな。 A ブロックに関しては、まああとはまあまあちょっと後で最後は私ちょっとまとめて話すんですけど、一旦 A ブロックとしては以上になります。はい、そして B ブロック、次 B ブロックに行きますと、B ブロックで行くとやっぱり主役級の扱いというか、立ち存在感でいくと、やっぱりエル・デスペラード選手になってくるのかなと私は思ってます。まあ、今はベルト、ね、無冠とはいえ、つい先日まで、IWGP ジュニアのチャンピオンでしたというところで、まあ、特にここ近年ね、ここ数年で、一気にやっぱり新日本プロレスの中での立ち位置が上がってきてる選手。やっぱりその試合感というかプロレス IQ、そしてプロレスを常に考えること、考えてリング上の動きね、しかり、そして言葉でも自分が何を考えているか、そして言葉でもプロレスができる選手っていうところで、今非常に注目株ですよねと。まあ、高橋宏夢選手とエル・デスペラード選手と石森選手、まあこの3人がもう今の新日本プロレスのもう、もうトップ中のトップっていう形に今なってるんじゃないかなっていう風な目が多いと思うんですが、そこに待ったをかけたのがワト選手ね。先日の、会見でその3人
にもう引っ込んどけよと俺は言いたいみたいなこと言ってましたよね。おお、ワト選手なかなかかましてきたなと思って、優勝宣言するのは当たり前なんですよ。でも誰々に対して俺はやったんぞっていう、どれだけね自分自身のターゲットを自分はこういう風にして戦っていきますよっていう言語化ができるって言ったところに関していくと、ワト選手これはめちゃめちゃええこと言うたなって僕は、その時思いましたね、てな感じですかね、そしてやっぱり B ブロックに関していくと、同期選手とデスペラード選手がこれも激アツな、ちょっとバチバチ見せちゃいましたよね。まさかまさかデスペラード選手が同期選手に対してあのような挑発行為をすると思わなかったですね。これはまあすごい今更ですけど、これ会見ご覧になってない方はぜひ YouTube とか開いてみてください。無料で見れますんで。はい。もうデスペラード選手が、私なりに要約すると、この3年間俺たち一緒にやってきて、何にも成長がないことを自慢してる奴がいるみたいなことを言ってましたよね。それがお前ら同期みたいな形で、ほんと情けねえ負け犬だてめえはみたいなことを、同期選手に対して言ってるわけですよ。そこで、会見中のデスペラード選手に対して同期選手がガチョーンと思いっきりもう迫っていって、やってやるよみたいな形で の熱が一気に生まれましたよと。でこの二人が同じブロックで顔を合わせるっていうのも非常に面白いもので、なんか普通に戦うだけでもエモいっていうような多分見方がこれまではあったと思うんですけど、正直言ってこれ5月28日ただでは済まない戦いになるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。一気にもっと箔がついたというか、なんか同門対決の一言では済まされないぐらい、ひょっとしたらどちらかが鈴木軍抜けるぞっていうぐらい思いっきり激アツの戦いぶり、もう仲良し恋しいなね、エモいだけの戦いはもううんざりなんで、私としてはもういろんなね、今結構ここ最近エモさを売りにしてるあのシーンとかあったじゃないですか、鈴木軍とか、まああれはあれでいいんすけど、やっぱね仲良し恋しいじゃダメだと思うんですよ。やっぱそこはね、同じユニットであろうとも本気でお前には絶対負けへんぞっていう、そういったものを見せてくれる戦いっていうのをここ大きく期待したいなと、私は思ってます、っていうところですね。だからやっぱりこの B ブロックの見どころでいくと、5月28日幕張で行われる同期選手対エル・デスペラード選手、ここのやっぱり一戦めちゃめちゃ楽しみだなっていうふうに、思っております。そして正直で会見で一番存在感を出したのは誰でしょうってなった時に、まあ、正直って分かれると思うんですけど、エル・リンダマン選手を挙げる方多いんじゃないでしょうか。正直言って私はやっぱり、ちょっとストロングハーツが好きだっていうのがもう大前提としてあるかもしれないですけど、ちょっとあれはエル・リンダマン選手、かなりやったなと思いますよ。いい意味で。本当にね、一気にあのマイクで、あの会見で、あのファンを味方につけたなって僕は思ってて、まあグレートのファンの方もぜひベストオブザスーパージュニア見てほしいし、逆に新日本プロレスしか見てないファンの方もあれで一気にエル・リンダマンっていう面白い選手がいるっていうので一気に注目が来たんじゃないかなと。ちょっとこれはまたこれも誤解を恐れずに言うと、私の中では高橋宏夢選手とエル・リンダマン選手って同じ属性の人だと思うんですよ。ある意味全く同じじゃないですよ、キャラとしては。キャラとしてはちゃうんすけど、同じなんか陽の属性みたいなのを持ってるなと思ってて、もうリンダマン選手がそこにいれば一気にリンダマンワールドにできるし、何があったとしても明るくその場を照らすことができる、すごいファンからすると求心力がある選手とも言っていいんじゃないかなっていう僕は思ってますね。だからそこがすごく楽しみだし、今特にねグレートのGレックスの初代チャンピオンでまだベルト持ってますからね。でまあデスペラード選手も指摘してましたけども、このベストオブザスーパージュニアの公式戦中にグレートの方でそのタイトル戦やってやるんですよ、自分がベルトのチャンピオン。だからひょっとしたらこのリーグ戦中にそのベルトを落としちゃうかもしれないですけど、でもそういったリスクを抱えながらもリンダマン選手はこのベストスーパージュニアをもう走り切ろうとしてるわけですよ。これすごいことですよ。本当だったら新日だけに専念しますって言ってもいいんですよ。
ベストオブザスーパージュニアって日本マット、まあ、要は世界中のプロレスマット界の中でもそれだけの価値があるものだと僕は思ってるんですが、それでもやっぱりチャンピオンとして絶対にどちらともやってやるぜっていうリンドマン選手の覚悟と決意、それも含めた上でのベストオブザスーパージュニアのエル・リンダマン選手の戦いぶりっていうのを僕やっぱりめちゃくちゃ注目したいなと思うんですよ。その心意気の時点で僕はもう本当にね、めちゃめちゃ期待したい、っていうところですね。もうこれはもう一押しです。そしてね、新日本プロレスのレトロファンの方がちょっとくすぐられたかもしれないです。これぜひね、皆さん見てほしい。エル・リンダマン選手の会見だけでも見てほしいんですけど、前田明さんのかつての名言を引用してたんですよ。ね。こう、ちょっと、二つ、私、我にありみたいなことを言っててね。ね、ああいったことをね、ひょいっと引っ張ってこれるっていうのがね、やっぱリンダマン選手面白いなと思いますよ。やっぱ注目してなんぼだし、リンダマン選手経由でちょっとでも今回のベストザスーパージュニアをどんな感じやろって見てくれる人一人でもそのエル・リンダマン選手のコメントで増やすことができれば、リンダマン大勝利だと僕思うんで、むしろプロってそういうものだと思うんですよ。本当にだからそういったものが分かってるなっていうところを僕はね、リンダマン選手に強く感じたところであります。はい。で、あとこの B ブロックのところでいくと、やっぱりウィラー・ユータ選手 AW 代表のね、ウィラー・ユータ選手がやっぱりちょっと、引きがあるなと思ってて、正直言って僕もあんまりそれほど試合見たことはないんですけど、それこそモクスリー選手と戦った試合も、大流血で戦った試合とか、AEW の会場もユータコール一色と言ってもいいぐらい一気にファンぐっと求心力あったんで、だからまだまだ若手って言っちゃうと変な言い方になるかもしれないですけど、トップ級のトップの選手なのかっていうと、正直言ってまだそこまでまだ行き着いてないと思う反面、AEW で見せてくれてるファイトスタイル、で、それを新日本プロレスで見せてくれるとなると、多分、その、魂、フィジカルというか、魂で戦ってくれるようなファイトスタイルだと思うんですよ。そうなっていうのを見せてくれると、これ一気にウィラー・ユータ選手に対して、僕たちファンが乗っけれるというか、ユータ頑張れって、思わせてくれるようなファイトスタイルを見せてくれる可能性があるんじゃないかなと。まあ、特に6月に新日と AEW の合同興行も決まってるんで、そういったことも含めて、やっぱりこの今、一番求心力がある、急成長赤丸印のウィラー・ユータ選手をここで AEW が持ってきたっていうのは、ものすごいこれはある意味、ユータ選手への信頼の表れとも言っていいんじゃないかなっていう僕は、思った次第ですね。ってな感じかな。はい。という形で、まあちょっと、まだ話してないこともあるかもしれないですけど、A、B ブロックでいくと、まあこんな感じかなと思ってます。見どころでいくとですね。で、まあ一個だけ、ちょっと僕、言い忘れたかもしれないですけど、陽選手に関してなんですけど、やっぱり全シリーズまで、高橋宏夢選手と陽選手が結構バチバチでやってて、そしてまあ福岡ドームでスペシャルシングルが組まれて、まあ宏夢選手が、まあ完勝で終わったシングルあるじゃないですか。あれはある意味、陽選手に対しての宏夢選手からの、もう激励だと僕は思ってて、今回、これだけの、海外からの選手が来る、イコール、存在感が強くあるし、これをチャンスだと思ってる選手絶対多いです。でもっと言うと、ファンの目線も、世界からの目線も大きくなってきました。そうなってきたときに、やっぱり、存在感をどれだけ出せるか、もう逆を言うと、埋もれてしまう選手もひょっとしたら出てくるかもしれないなと思ってて、怖いことを言うと。だから、絶対埋もれるなよ、よっていう、宏夢選手からの、まあ、一つの激励とも言っていいんじゃないかなと思ってて、僕、今思うとですね、宏夢選手と陽選手の戦いっていうのが、と思ってたときに、まあ、陽選手はもう、会見でもベストでやりますみたいな内容のね、いつも通りの陽選手だったと思うんですけど、まあ、その言葉からどういう本当の思いなのかを拾い出すことはちょっとやっぱりなかなか難しい部分があるんですが、もうなんといってもやっぱり結果、結果でやっぱり僕は陽選手に見せてほしいなと思ってます。まあ本当にね、2位じゃ嫌です
ていう形で陽選手言ったということは、もうあれがある意味ベストオブザスーパージュニア、ね、今回の優勝宣言とも捉えてもいいんじゃないかなと私は思ってるんで、その、ね、あの言葉を発した陽選手、あの時の気持ちっていうのが嘘じゃないっていうことをこの大会でぜひあの証明してほしいなと私は思ってます。はい、ってな感じですかね。はい、ということですいません、ちょっと長くなっちゃいましたけど、新日本プラスベストオブザスーパージュニア29開幕直前の見どころ振り返り会という形になりました。ぜひ皆様のご意見ご感想、そして皆様の推しの選手と楽しみな試合をぜひ下のコメント欄に書いていただければと思いますので、皆様よろしくお願いいたします。皆様のお気持ちはいかがだったでしょうか。ぜひ皆様のご意見をこの YouTube のコメント欄、Twitter のコメント欄、DM 欄までどしどしとお寄せください。そしてこの動画で扱ってほしいテーマっていうのも随時募集させていただいております。この団体のこの選手について、この団体のこの出来事についてみたいな形でどしっとぶつけていただければ、ちょっとお時間をいただくかもですけども、形にして皆様にお届けしたいと思っておりますので、これからもこの動画のリクエスト、皆様よろしくお願いいたします。そして忘れちゃいけない高評価ボタンとチャンネル登録ボタン、こちらもポチポチと押していただいて、これからもこの妄想プロレスチャンネルのシェイクの動画を楽しみにしていただければと思っております。というわけで、最後までお付き合いいただいた皆様、どうもありがとうございました。お届けしましたのは妄想プロレスチャンネルのシェイクでした。またね、バイバイ。